皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして紹介する車が BMWX7、はい、これ 35D です。そうです、はいはい、こちらを紹介します。はい、早速ですけど今回はどんなカスタム内容で。今回は、まあ、日常の家族の車というのがまず基本なんで、もう本当に車高とホイールと、まあ、あとはちょっと色にね、まあ、ボディカラーがこういう色なんで、色にこだわったフィニッシュになっております。はい、ちょっとじゃあ順番に見ていきたいと思います。はい、ちょっとあれですかね、でもなんかこうブームの兆しというか。そう、なんか X7 は非常に入庫率が高くて、はい、まあ、大体 M スポーツを皆さん選ばれてて、 M スポーツにあのちょっとしたリップをつけたりとか、まあ、電動サイドステップをつけたりとかっていうのは割とここ最近でなんか3台ぐらい一気に預かってる時もあったんで、あと買うよとかっていう話があったり、そう、うん、これから買いますよっていうんでホイールオーダーもらったりとかっていうのもあります。ただまあ今回はこの車は標準 M スポーツじゃなくあえての標準を選ばれてるんで、まあ、そういったところも、ちょっとね個性の強いオーナーさんなんじゃないかと思います。はい、でちょっとオーナーさんについて僕の喋れる範囲で言うと、なんと以前ボンドチャンネル名古屋店の動画で撮影させていただいた、ちょっと具体的にどの動画とかっていうのは言えないんですけども、はい、名古屋店でしょうか、動画を撮らせていただいた車両と同じオーナーさん。オーナーさんです、はい、でも ちなみに東京店の時にもそのオーナーさんの車を撮影させていただきました。なるほど、はい、じゃあどれかとどれかとどれかを。そうです、はい、そうです持ってて、はい、同時進行で、はいはい、持ってる車ってことですね。はい、じゃあ早速ちょっとカスタムのポイントを見ていきましょうか。はい、はい、正面は別に、はい、そして横に行くと今回はなんとホイールだけということで。はい、ホイールだけです。ホイールも一点主義で、はい、はい、行きました。じゃあ以上です。終わりです。怒られちゃうよ、怒られちゃう、オーナーさんに、ね、うん、はい、ホイールがやってきました。 HRE、はい、HRE P200 でフィニッシュがポリッシュドダーククリア1本72,000円。1本72,000円のオプション。あ、オプションですよね、びっくりした、はいはい、びっくりしたっていうか逆にもう一回びっくりしました。オプションって7万かかるんですか。はい、かかります、このフィニッシュは。え、これは職人さんが1本ずつ磨いて、そう、ポリッシュした上にスモークを吹いている形になりますので、はいはい、まあ、そのパッと見黒く見えたりグレーに見えたり。そうなんですよ、そうそうそう、すごい。しかもこの P200 っていうこのスポークの形状がものすごい凝ってるんで、角度がいろんな角度からの光を入れられるようになってるんで、色味がものすごくこう違うのが分かると思います。こう単造なのにちょっと曲線というか、そうそう、 R がついた、そう、 R がついたスポーク、そう、ちょっと他の単造にない、ない、そう、このデザインは本当に HRE にしかないデザインで、他の単造って結構カクカクシュンみたいな感じじゃないですか。そうだね、確かに。それがこのフォアン、はい、横も側面もだから余計その角度で見え方が変わる。そう、もう本当にクロームからガンメタぐらいまでな。そうだね、本当そういう色の違いが見て取れる、うん、はい、あります。でセンターキャップはビレットの、HRE ロゴのセンターキャップ、はい、でこのセンターキャップが基本的にはペイントか、はい、ペイントしかできないですよね、うん、はい、なんで、HRE ペイントしかできないんですか。ビレットってできないんですか。ビレットはブラッシュドとかポリッシュができない。ああ、なるほどなるほど。そうだから HRE 本国から、はい、削ったままの状態でもらって、でボンドボディ、そうボンドボディでホイール1本送って色味合わせてペイントします。そうなんですか。そうでサイズは23、はい、はい、サイズが23インチ、はい、フロントがいくつでしたっけ。28535 23、23が普通に入っちゃうっていう。普通に、そう、最初ね24っていう話もあったんですが、まあタイヤの厚みを取りたいっていうのと、まあ、サイズ車格的に23ぐらいでいいかなっていう話で、まあ、ウルス純正ランボルギーニ認証のタイヤを。あ、そうなんですか、うん、L マーク入ってるんで。前後ですか。前後、ウルスと同じタイヤなんですね。ウルスと同じです。リアが325、3023。
そうするといかに大きいか、そうね、いかにパワーを受け止める車か、うん、分かりますよね。はい、はあ、でこれ僕24にしたらちょっとタイヤペラペラになっちゃうんですじゃないですかって言ったんですけど、うん、飯村さん的には24ぐらいでも全然ありだと思います。いけちゃうんじゃないか、はい、次24作ります。あ、そうなんですか。はい、X7 で24。じゃあその辺検討されている方は参考にしていただければいいんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、そしてデズラも、まあ、毎回触れてるところですけど、はい、割とぴったんこ、はい、ただこう出しすぎず、ね、出しすぎず、はい、ただ今回が結局 HRE の方でもキャリパーデータがなくって、あ、車が新しいんで X7 の、はい、キャリパーデータをこちらで取って送って、で最初に言ってたオーダーのサイズだとリアがインナー当たりますって言われて、でそこから外に振ったんで、正直ちょっと来るまではドキドキだったんですけど、まあすんなり、すんなりというか、なるほど、うん、すっかり最終的な微調整を経て、はい、収まっております、はい、出すぎず引っ込みすぎずの、はいはい、今回このオーナー様のちょっと雰囲気とかも踏まえて、うん、車の作りとか、うん、はいはい、ライフスタイル踏まえてちょっとこういう大人な、そうですね、高級感すごいですよね。そうそう、はい、だからまあ本当にホイールを履いただけで、まあ、ボディカラーもすごくいい色だし、まあ、内装の色もね、すごく洒落てる。ちょっと内装も続いて見てみましょうか、ね、見てもらいたいと思うけど、リアシートなんかものすごいいいよね。めちゃめちゃいいっすよ。こんな車パパが乗ったらもう子供めっちゃ喜ぶよね。もう最強じゃないですか、ファミリーカー、ね、もう俺、僕的にはもうこの車が早く降りてこいと思ってるサラリーマンが買える価格帯に早く降りてこいと思ってるんですよだってもうまんま7シリーズの SUV じゃないですか。7シリーズだよね、そう、これファミリーカーっすよ。最高に快適だよね。で前回大宮店で動画撮らせていただいたときに、うん、まあ、最強のファミリーカーですねって言ったら、うん、ファミリーカーはてなっていうコメントいっぱいいただいてたんですけど、はい、でも実際に家族で乗られたりとか、うんうん、そう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 、そうなんですよ。ちょっと大宮店の裏話すると、結構そのお子さんが乗ってるんだろうなっていう形跡がこう、あ、なる車にね、撮影の時一回全部ちょっと片しちゃったんですけど、はいはい、あったりと か、 だから結構皆さんガンガン使われて、そうだよね、家族で旅行行ったりとか、うん、はい、買い物行ったりとか。BMW っていうメーカーで言ったら、ね、3列あってこのサイズの SUV っていうのがね、今までなかったからね。そして3列ブームが若干来てんじゃないかって。いやー、本当3列なんか無理やり3列にしてる車とかもあるしね。車種名は言わないですけど、うんうんうん、はい、ちょっとこれ後ろ僕乗ってみてもいいですか。どうぞ。これって3列目って真ん中から乗るんですか。そうじゃないかな。ちょっとじゃあ失礼して、ま、あ、倒すのこれ、ウィーンって出んの。あ、すげえ、前も倒れてるよ、前も倒れてる、後ろ倒すと、わ、後ろ倒すと前も倒れたよ。7じゃないですか、もうすげえこのおもてなし感覚7じゃないですか、すげえ、すいません、真ん中から乗るとか田舎も前回の発言をして申し訳ございません慣れてない感、やっぱりちょっと慣れてない感が半端ないね、はい、あ、こういう感じなんですね。わ、全然全然ですよ、まあ、倒せばまあ多少来るんでしょうけど、わ、すごい、まあ、多少の直角感ありますけど全然いいよね。全然広い、これいいっすね。ちょっとこうゆとりのある方が今この7シリーズの SUV とも言うべきこの X7 に注目してるのちょっと分かりますね。そうだね、これいいっすね、すごいね。そして内装の本当に高級感すごいですよ。いや、これすごい洒落てるよね。めちゃめちゃおしゃれですよ ね、 ね。これついて、これもうまさに7シリーズじゃないですか。そう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 。シートもこのダイヤモンドステッチで、でこれが 35D なんですよね。そうです。だってシフトも前シフトだってクリスタルのシフトですよ。そうそうそう、もう 35D、 いや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 、ね、もうエンジンどうこうじゃないですよ、ね、もうそうで、ベンチレーションもシートヒーターもさすが7シリーズ、マッサージもついてるんですよ。だって SUV 版だよね。3列目までだってウッドですからね。これいいっすね。屋根もアルカンターラでめちゃくちゃ洒落てる、はあ、確かにもうここまでいっちゃうとホイールだけとかっていう選択肢でも全然こう、そう、もう結局ね、やっぱり車格も車格だし、なんじゃかんじゃってやる車でもないと思うんで、やってもいいですけどね、うんうんうん、はい、もうさらっと似合うのこそなんかこう高級車の証しなんで、ソフトクローズもついてるんですか。もちろん、はい、ドアなっけいやもう
もう一台のあの車と、まあ、車種言えないですけどとこれも最強だなっていう。そうね、はい、だから本当に一人で乗って楽しい車と、まあ、こういう家族で移動する車ととか、いう形で、まあ、何台かお持ちな方なので、そういう意味ではこういう車が1台あるとすごく便利なんでしょうね。なるほど、うん、というわけでこちら X7 ご紹介させていただいたんですけれども、いつもみたいにこうすごくいじってとか、なんかこうちょっと個性的にしてとかっていうんじゃなくて、うんうんうん、本当にお、洒落てるねっていう。そう、本当にその気負いなく乗れる足という感じで、はい、だからそういうカスタマイズもぜひお任せくださいと、ね、はい、もちろんです、はい、というわけで車種問わず特に3列シート、はい、X7 人気みたいなんで、お気軽にボンド名古屋にお問い合わせください。ボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。